ザクイズは、杉本光子による日本のミステリー小説。2007年11月にアルファポリスから刊行された。2010年には、第4回、軽文堂を進め、文庫大賞で大賞を受賞。さらに2012年9月1日に実写版が日本テレビで放送された1億円という、前代未聞の優勝賞金が用意されたクイズ特番の収録に集まった10人の挑戦者。 彼らは100問にも及ぶ、長難門のペーパーテストで5887人のエントリーから勝ち抜きこのスタジオに招待された。そこへ、モニター越しに、国民的人気司会者、藤子子と、藤尾高平が、高らかに、勝てば1億、負ければ地獄、クイズデッド・オア・ドリームの始まりです。と、開会宣言をした。 ルールは、至って簡単。今から私が出す問題に正解し続け、勝ち抜いていくこと。優勝者は、チャンピオンとなり1億円が与えられます。ただし、一問でも間違えたら、即刻消えてもらいます。そして目の前に現れた10本の、瓶。この中に1本仲間は、ズレがある。それ以外を早いもの勝ちで選べ。この後、挑戦者たちは、極限状態に突き落とされる、ザクイズのタイトルで、 テレビドラマ化。2012年9月1日に日本テレビで土曜日25時20分26時20分に放送された。ルイス・ジェシーは今作がテレビドラマ初主演となる。ありがとうございます。